けましておめでとうございます。まあ、ダービーが終わってね、ダービーの後の残念ダービー白百合ステークスも終わって、ダービーの表彰式も終わって、レース間隔が空いて、まあ、POG の、ね、ドラフトが近づいてきて、まあ、ダービーが終わったら年明けってことで言うとね、目黒記念から新しい年って気がしますね。まあ、ただ目黒記念には3歳は出られないんでね、開催規定上はダービーと同じこの開催なんですけども、まあ、そんなわけでね、早速やっていきたいと思います。まあ、このね、ダービーと同じところでの、ね、舞台でのね、まあ、距離100メートル長いですけど、同じ東京の、同じように向こう正面スタートの長距離戦ってことが、正面スタートのね、ゴール長距離戦ってことでね、今回こんな感じでハンデ戦ですからね、ボックスでやっていきたいと思います。まずは4番ライラック、前より3番人気。まあ、強い4歳世代のね、重賞勝ち馬ですし、今、牝馬 G1 でも2着に来てます。まあ、正直なところね、その勝った4歳重賞のレベル、3世代重賞のレベルね、まあ、その世代の中では少しあれかなと思っていたんですが、この馬自身ね、ちゃんとその後勝ち上がってきましたんでね、まあ、父、オルフェーブルってことを考えると、この時期ね、目黒記念とか、この時期ってオルフェーブル向きの馬場になりやすいなということで入れておきたいと思います。そして6番の、プラダリア。まあ、これもね、強い4歳世代、去年の、ね、青葉賞がですね、この春の東京で芝2400で重賞を勝っているというところ、その後ね、小馬重賞3着2回に来てますし、休み明けのディープインパクト3区、まあまあ、ディープインパクト3区のね、この春の東京のこの舞台という意味でもね、1年遅れのみたいな感じでね、頑張ってもらいたいと思います。まあ、そして7番、ディアスティマ。この時期の東京、やっぱディープインパクト3区ですよねってことでね、前走ね、G1 は負けてますけども、まあ、日経賞、まあ、タイトルホルダーがちゃんとに力を出し切ったレースで、タイトルホルダーにこそやられましたけれども、まあ、2着とはね、4分の3馬身差ですから、まあ、着差ほどね、実は負けてないって考えるとね、狙いどころだと思います。まあ、そして16番、サリエラ。ここまで4戦3勝、G2 2着だけね、1個負けてはいますけれども、まあ、凱旋門賞にもね、登録してますし、まあ、この馬がね、勝って世界に行くパターンしかね、今年凱旋門賞を日本馬が勝つパターンなさそうなんでね、まあ、その本領を発揮してほしいなというふうには願っています。まあ、そして18番ラストドラフト、去年はね、春秋ともに5着、目黒記念、アルゼンチン共和国杯ともに5着ってことで、まあ、それがね、今年去年2回構想した例ということで考えると、まあ、あれですね、この馬にとってこの舞台が向いてるってことですね。なのでね、まあ、狙っていけるかなということで、今回はまあこういった形でやっていきたいと思います。まあ、というわけでね、これの前のダービーはね、メインチャンネルフェガム TV で、こちらではその他もろもろという形でね、またぜひよろしくお願いいたします。以上、ハッチでした。